これすごいですよ。アメリカとイギリスとオーストラリアがオーカスを結んだっていう話ありましたよね。なんで日本入ってないんだって私ゴニョゴニョ言いましたけども、なんとオーカスに参加しませんかと誘われました。これすごいことですよ。岸田さんは検討して終わるんじゃないかっていう検討して終わる、こんなもん即答でしょ。そうあら、いいのかしらって、はい、悪いですね。いいんですかって言って入ればいいんですよ。即答ですよね。ほんなのに、ってほんまですかって言えばいいんですよ持参金つけてもいいぐらい。いやいや、持参金つけてたらいいぐらいですからね。だってね、まあ私はもともとね、ファイブアイズに入ってシックスアイズになるべきだって話をずっとしてましたけど、だからね、地球上におけるね、日本がね、最もやっぱりこう、仲良くしなきゃいけない国っていうのは、まあ、筆頭にアメリカが来て、その次にね、イギリスとオーストラリアが来るわけです。アメリカ、イギリスとオーストラリア。この3カ国が、まあ、潜水艦のね、技術っていうところから始まって、オーカスというね、そういう安全保障の枠組みを作ったわけですよね。なんで日本がそこに入ってないのかなということなんですけども、クワッドは、まあ、日本も入ってるんですよ。インドと日本が入ってるわけなんですけども、オーカスというのはその中でね、アメリカとイギリスとこのオーストラリアの枠組みですからね、なんで日本が入ってないんだっていうことを私ね、残念に思ってて、この番組でもコメントしたことありますけども、オーカスの側から日本に入りませんかって、いいんですかって言えばそれで済む話ですから、どうぞこちらへって言われたら、あ、そうですか、それでは失礼いたしますってね、それが礼儀というものですよね。それなのに、みたいないぶかしがあって、いやいいんですかって言えばいいんですからね。アメリカ、イギリス、オーストラリアの3カ国がインド太平洋地域の安全保障枠組み、オーカスに日本の参加を打診していることが12日分かった。極超音速兵器開発や電子戦能力の強化などで日本の技術力を取り込む狙いがあるとみられる。日本政府内ではオーカス入りに積極的な意見がある一方、米英豪3カ国とは2国間の協力枠組みがあるため、参加の効果を慎重に見極める考えもある。複数の政府関係者によると、米英豪3カ国はそれぞれ非公式に日本のオーカス参加を打診。すごくないですか。アメリカが行ってきたとかじゃないですよ。アメリカもイギリスもオーストラリアもそれぞれバラバラに入らないかいって言ってくれてるんですよ。複数のありがとうございます。この3カ所からお誘いいただいてるんですよ。これ断る、いいんですかで、ね、いい話じゃないですか。だってほら、3人のね、お友達から遊びましょうって言われてるんですよ。遊びはいいじゃないですか。仲間食わりゃいいじゃないですよ。断ったら失礼よ。3カ国から来てんだから。これは行かなきゃ。はい、行きますよ。そしたらもうファイブアイズがシックスアイズ、日本入ってシックスアイズになれるね、チャンスですよ。まあ日本はね、だから本当に米英を軸としたね、日米英、そこにオーストラリアとかカナダとか加わってね、そのこの枠組みの中に入るっていうのが、これとっても重要なことなんですね。はい。またほら、日本は日英同盟を結んでた時はね、やっぱ縁起がいいというかね、日英同盟はやっぱり日本が非常にいい時代でしたよね。日英同盟がやめてからおかしくなったわけですよ。はい、もうちょっと続き読みますよ。日本は英豪両国とそれぞれ戦略的パートナーシップを結んでおり、防衛装備品技術移転協定も締結している。日本は FOIP に向けた取り組みを主導してきた。これ、自由で開かれたインド太平洋
O っていうのは FOIP ですね、に向けた取り組みを主導してきた。オーカス参加に前向きな政府関係者は、台頭する中国に対抗する上でもアメリカと同盟国を中心とした枠組みが必要と主張する。一方、日本は米、英、豪3カ国とそれぞれ2国間の協力枠組みを持っている。原子力潜水艦など日本が参加できない分野もあり、オーカスと協力するとしても当面は個別分野での協力に限定すべきだとの見方もあると。まあ、まあだからどのぐらいね情報をね共有するかとかっていうのは、別にそれは入った後でね個別に取り決めればいいだけであって、そんなせっかく3人からねバラバラに一緒に遊ぼうって声かけられて、やだよっていうのはないからね、いいよって言って入っていかないと。これ普通幼稚園でそこで断ったらね、次誘われないですよ。これ小学校でそれ断ったらね、いじめられますよ。で中学でそれ言葉ったらマジでハブられますからね。だって3人から遊ぼうって言われたらいいようで入んなきゃね。何ここはダメですよ。どこまでとかさ、その次ですわ。いいよって言って入った上で、じゃあこれみんなにあげるねってなるかどうか、それはその次に考えれば、まずいいようでしょう。ねえ。何一人足りない、ゴルフまさかのゴルフダブルスとかテニスで3人だとダブルスできないの、そういうこと。はい、はい、というわけで、オーカス参加打診。まあもともとね、ほらオーストラリアは日本の潜水艦を買うのか、もしくは原子力潜水艦なのかで揺れてたわけですよ。はい、日本の潜水艦はね通常動力で世界最高性能ですね。でアメリカの原子力潜水艦はこれはまああの原潜ですからね、またちょっと通常動力はちっとが違う。でオーストラリアは原潜を選んだんですね。やっぱり中国との対決姿勢というか、中国からの安全保障ということを考えると、やっぱここはですねほぼ無制限にですね、航行できる原潜を選んだわけなんですね。まあそんなんだから、本当はここで日本の潜水艦を入れるってことになっていれば、このオーカスみたいなものができることもなかったんですけどもね、あれ高橋洋一さんがこれジョーカスって言ったの、 J 日本が入るとジョーカスになるって話ですけどね、まあ、こうやって誘われるっていうのはありがたいことですよ。はい。ね、付き合いが悪いって言われちゃいますからね。